スーパーマンが帰ってきたナウンちゃんが最年少で初め週に臨んだ。18日に放送された KBS にテレビ、スーパーマンが帰ってきた252回では、J リーグでも活躍したサッカー韓国代表パクチュホのマナ娘ナウンちゃんが初め週に挑戦する姿が映し出された。この日、ナウンちゃんは初め週の練習に励み、 パパの試合前に見事な初め週を披露、多くの観客を沸かせた。ナウンちゃんは同番組での可愛らしい姿がサッカーファンの間でも話題となり愛されている。これに依頼ようと、ナウンちゃんの初め週が実現した。一生懸命に練習する姿に視聴者も後なった。